2月といえばバレンタイン、ウマ娘でもチョコをもらえるキャンペーンが開催されます ね。親愛度が9あると特別なチョコをもらえるので楽しみです。お二人は誰からのチョコをもらいたいですか、ということで、なんか他にお気に入りのウマ娘ちゃんとかいたりしますか。私見た目が、うん、デジタン本当に大好きで、うん、なんか水色とピンクが本当に好きで、うん、その組み合わせがもうふんだんに詰まった、うん、しかも私の本性に近いウマ娘ちゃんだから、本性に近いなんか近いところがあるそうですね、私も馬好み常に発動してるんで、なるほどね、そうですね、だからやっぱデジタンはいつも行くかな。いやで言うと私結構自分のもちろんオペラ王さんとかを最優先するけども、うんうん、 その次はやっぱりもう可愛い系のウマ娘をいつも優先するんで、カレンちゃんとかめちゃくちゃいつも優先してます、嬉しい、この間のお散歩系のやつとかも大体、ま、カレンちゃんでしょみたいな、嬉しい、いや絶対ね、カレンちゃんとかあとライスちゃんとか、私ずっと言ってるかもですけど、うん、本当にオペラ王さんのキャラソンが好きすぎて、うん、時々家でかけてはそうですって言ってます、嬉しい、歌ってだから結構最初、うん、初期キャラで弾いたの、うん、オペラ王さんでした。嬉しいな、よく育ててます。なんかね、なかなかカレンちゃんとオペラ王の絡みって少ないけど、いや本当に、ね、そうなんですよ、今後あったらいいなーなんてね、今日思っちゃったよ ね思いました。そういう話を散々しました、ね、散々しちゃいましたねまあちょっと含みみたいな雰囲気を出しつつ、まあ、そんな感じで皆さんね、もう楽しみだってコメントもたくさん来ております、ありがとうございます。ヘリオスの親愛度上げ育成してます、コメントが来てますね。確かにバレンタインに向けて親愛度を上げるのは大事ですね。大事だ、うん、楽しみ。みんなのチョコいつもだってまだ去年のチョコを使ってないもん一個もえ、みんな使ってないよね絶対。使ってないです。使ってないですよね。あれは使うものじゃないと思ってますから。うん、カレンちゃんのチョコもね、ちゃんと取っといてあるから。いやー、うん、私もです。全部取ってます。そうだよね、永久保存だよね。悩ましい。え、ね、なんかさ、なんかの鍵みたいなさ、なんかの鍵間違っちゃった。鍵も、あ、間違っても大丈夫ですよ。はあ、悔しい。あー、やばい。